日本テレビアナウンサーの三浦麻美さんが4月20日、インスタグラムのライブ配信で行ったファンとのリモートランチ会の様子をインスタグラムに投稿。16日にも第1回目のリモートランチ会を開催していたのですが、第2回目はより画面が茶色で埋め尽くされた飯テロ投稿となっています。画像、とんかつを食べる三浦アナ。16日には、揚げたてのとんかつ2枚と白飯をランチに選んでいた三浦アナ。この日のランチは、餃子と卵かけご飯で、餃子をぎっしり詰めて焼いた結果、お好み焼き大の、ほぼ羽餃子、を連成してしまっていましたが、一緒にいただきますとごちそうさまができてとても楽しかったです。とんファンとのランチを楽しんだ様子でした。巨大な、ほぼ羽餃子、にコメント欄では、ピザかと思った、お好み焼きかと思ってました、とツッコミの声が寄せられたほか、長男がミトちゃんの餃子にかなり食いついてました。我が家は明日、餃子かなー、ミトちゃんのランチ見て、子供らが絶対餃子、っていうので、ニラが奇跡的にあったので、餃子に変更しました。三浦さんのインスタライブ見て、お昼に TKG、夜は餃子を食べました、と、飯テロ、の攻撃をもろに食らっている人もいました。また、こうしたリモートランチ会について、本当に身近に感じて一緒に食事をみんなで楽しんでいるように感じられますね。私も一緒にいただきますとごちそうさまができて楽しかったです。また一緒に食べようね。三浦ちゃんのインスタライブ見た後すっごくお腹が空いて、ちゃんと食事できます。本当にお腹も心も癒され満たされました。と、外出自粛の最中でも楽しく昼食をとれたという声が多数見られました。